歯があるかないかで全然やっぱ健康度が違うんですよね。本当に侮らない方がいいと思います。虫歯や歯周病など放っておくと命に関わるかもしれないお口の健康、知っていたら健康寿命が延びるかもという役立つ情報をキャッチします。お口の健康、歯について専門家にお話聞きます。月に一度のデンタルキャッチ、今回のテーマはですね、こちら、お口は健康の始まりということで、今回もスタジオにはアップル歯科クリニックの吉見先生にお越しいただいています。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんかお口の健康ということでですね、はい、先生のもとに事前にどういう質問がよく送られてくるのかということをお聞きしました。というのはこちらなんですね。やっぱり多いお悩みが虫歯、歯周病ですか。やっぱそこが、はい、一番になってきますね。皆さん、まあ、いろんなこともありますけど、うんうん、まあ、ここがメインです。で、虫歯、歯周病ってやっぱり、ね、こちら画面にも書かせていただいたんですけど、毎日正しく磨いてたら、歯磨きをしてたら予防できるもんじゃないかと思いきや、ちょっとめくってみましょう。虫歯になる可能性はあると。特に歯並び悪い人は注意って、これ先生どういうことでしょうか。うん、まあ、皆さんちゃんと歯磨いてる方多いと思うんですけど、やっぱり人によってはこう歯がガチャガチャしてたりするんですよね。ほうほう、まあ、例えばこういうとこ見えるかな、歯並びがちょっと悪い模型ですかね、はいはい、ガチャガチャして、まあ、例えばこういうとこを歯ブラシしようとしても、まあ、当たらない人はいますよね。これちょっと奥まってる歯にブラシが当たってないんですよね、うん、この詰まってるところはやっぱりなりやすいっていうのはやっぱりよくあります。だから自分ではしっかり磨いてるつもりでも、うん、磨けてなかったりとか、はい、磨いてるつもりやねんという方はすごい多いですよね。時間かけて磨いてても、はい、そこには当たってないという感じで、うん、なんか歯ブラシでも今お店行ったらいろんな歯ブラシがあるじゃないですか。先端が違ったりとか、あれ何を選んだらいいとかってあるんですか。一般的に僕推奨しているのは、あんまり大きいとこう全体入らないので、平均よりはサイズちっちゃい方がいいと思うんですよね。硬さも柔らかすぎたら今度弱かったりとか、硬すぎると今度歯茎痛めたりするんで、ちっちゃめの普通の硬さが多分一般的にはいいと思います。硬すぎ、柔らかすぎより普通の硬さ。そうですね、結構悩みますよね。私はもう硬すぎばっかり使ってますね。磨いてるよかるっていうのが感じる。磨き応えありから、はい、なるほど、歯茎を痛めたりするんですね。そうそう、薄い方は痩せたりするんで、それは気をつけてください。そういったところも大切と。で、今教えていただいた歯並びなんですけれども、これが整ってないと虫歯以外にこういう影響があります。歯が割れる危険性、あと入れ歯や健康寿命に影響といろいろあるんですが、この歯が割れるっていうのが先生どういう状況ですか。あまり一般的ではないかもしれませんが、はいはいはい、こう全体でちゃんと噛んでる方はいいんですけど、例えば一部しか噛んでないとか、顎がずれててすごい偏って噛んでたりすると、そこばっかりで噛みますよね。そうするとその負担がかかってくるので、まあ、ちょうど例えるのはタイヤ4本で走ってたらいいんですけど、タイヤが2本で走ってたら片チビしますよね。後輪だけすり減ったりとかって、ああいう感じで歯がすごく傷んできたりはすることはよくあるんですよ。そういうことになるってことは、やっぱり歯並びが悪い方が多い。やっぱ均等にちゃんと噛んでるっていうのは必要な要件やと思います。これって自分ででもどうやって噛めてるかとかって、はい、あんまり自覚がない。そうです、さすが綺麗な歯されてますけどね。私ですか、はい、この距離でパッと見て分かるんですね。すごい綺麗な歯、さすがテレビ出る方やな。でも僕ら来てもらったらね、ちゃんとこう噛んでるかどうかすぐチェックできるんで、やっぱりいびつな人は一応注意はさせていただいてます、はいはい、そういうのも先生に相談できるということで、はい、で歯並びの治療っていうのはやっぱりいろんな方法があって、ここで一つちょっとご紹介したい方法があります。こちらです。 VTR ご覧ください。はい、というわけで今治療中なんですが、先生これは今何をしてるとこなんですか。これね、口腔内スキャナーっていうのでお口の歯型を取ってるんですよ。これがコンピューター上に全部出てきて、コンピューター上で計算して歯並び良くしていく模型ができるんですよね。でそれに対してマウスピース型の矯正装置がこういっぱい送られてきて、これを1週間とか10日ごとに変えていくと歯並びがこう直せるっていうのが今増えてきてるんですよ。いわゆる型取りっていうのはあれで、おえってなる人も大丈夫です。わー、すごい、型取りがちょっと出たね。そうそうね、こんな模型、自分の歯の模型ってことですよね。そうそう、それがねこうコンピューター上で全部こう計算されて、じゃあ良くするにはどうかっていうので何十枚とかでこう送られてきて、これをずっと入れていくと歯並び治るんで、
このマウスピース型って言いましたっけ、はい、でこれが例えばあのワイヤーの矯正とかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、同じようなそうですね、今までもワイヤーがすごい多かったんですけど、はい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 、今どん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 これが普及してきてすごい勢いで伸びてますね。こういう知ってました？いや私あの歯ぎしりがあるのでマウスピースは持ってるんですけど、はいはいはい、とは別のこの矯正のそうそう矯正用にマウスピースを使ってるっていう、いや素晴らしい、はい、そういう時代がちょ気になりますもん、ね、だって矯正やったらここにワイヤーがあってね、うん、やっぱ女性はねやっぱり気にされるんで、うんうん、そういうコンプレックスはなくなりますよね。テレビ出てる人間とか余計ね、はい、っていうところもありますけど、改めてメリットデメリットをちょっと見ていきたいと思います、はい、マウスピース型矯正装置のメリットデメリット、でメリットが、3つあるんですけれども、やっぱり今お伝えしたいと 目立たないっていうところは、目立たないのはやっぱ非常に大きいですよね。大きいですよね。まだやっぱこれワイヤーが気になってっていう方は非常に多かったので、うん、はいはい、そういう方がどん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 あこれやったらできるっていうふうにね、治療の選択肢の幅広がると思います。で、まあ、一方でデメリットが先生こう3つあるんですけれども、はい、まず1つ目、まず1つ目はどうしても保険は効かないので、自由診療になってしまうっていうことと、はいはい、あのやっぱりずっと入れとかないと動いてもちょっと戻っちゃうんで、やっぱりちゃんと入れていただくっていうのが必要になってくるのと、やっぱ20時間以上は装着ということが、はい、一応メカ推奨は20時間です。一時的に外すっていうことはあっても、それは全然大丈夫、食事中も全然いいんですけど、まあ、食事4時間以上多分食べないので、はい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 、それ以外は入れていただくってことですね。寝ている時もつけておいた方がいいと、寝てる時は、はい、一番大事なタイムですいうことですね、はい、なんかこんなに進んでるんですね。いや素晴らしいです。費用がかかるって言ったって、あのワイヤーのあの矯正なんてもうすごい金額じゃないですか、とそんなに変わらないぐらい、あそれぐらいでいけちゃうんですね、はいはい、ですね。皆さんも気になる、気になることね、そうですね、子供が3歳なんですけど、はーはーはー、例えば今後歯並びで気になった時に、はい、矯正をそのちっちゃい時にやっちゃった方がいいのか、うんうんうん、大人になってからの方がいいのかっていうのはあるんですかね。いい質問で、はい、やっぱり小児の時に歯並び矯正すると癖取るだけ治ったりするんですね、はい、大人になってからやると、まあ、気が生えたやつを修正する形なんですけど、子供の時は苗の時期なのですごくあの自然な力で治ってくれるので、あの3歳から6歳6歳から12歳の時期にやるのはすごい効果的です。そうなんですね、早めにしておいてあげるっていうのが大切、うん、でも気になること歯並びとか気になることあったら本当に歯医者さんに直接皆さんご相談行かれたらいいと思います、はい、先生今日はたくさん聞かせていただいてありがとうございました。勉強になりました。アップル歯科クリニックの吉見先生でした。